パリフットボールクルブはフランスパリに本拠地を置くサッカークラブ。1960年代のパリにはラシンパリ、レッドスター FC93、スタッドフランセ、アスレチック、パリなどのクラブが存在したが、1969年には広角や解散などでディビジョンアン所属のクラブがなくなった。首都にビッグクラブを作るべくパリ FC が1969年に 創設され、翌年には、スタッド・サンジェルマンと合併してパリ・サンジェルマン、FC となり、1971から72、シーズン終了後に、ディビジョンアン昇格を決めた。しかし、スタッド・サンジェルマンは、パリ郊外のサンジェルマンオンレイに所在したクラブであり、パリ市がパリ・サンジェルマン FC への資金援助を、渋ったため、1972年に、クラブや選手が、 パリ FC として引き継がれて、プロクラブとして存続する一方、パリ・サンジェルマン FC は、アマチュアクラブとしてサンブリーグからスタートすることが決定した。パリ・サンジェルマン FC が、パリ社交界の著名人を味方につけて成長する。一方で、パリ FC は1973年に、ディビジョン2に降格した。ディビジョン1に到達したパリ・サンジェルマン FC に、スタジアムを明け渡し、 パリのトップクラブとしての覇権を失ってからは長楽の一途をたどった。その後はディビジョンアンとディビジョンドゥを行き来していたものの、1983年はクラブが再分割されて4部へ転落。一時は5部まで落ちた。2010から11シーズンのクープ・ドゥ・フランス9回戦では2階級上のリーグアンに所属するトゥールーズ FC を2から1で破った。 2016から17シーズンはフランス全国選手権3位となり入れ替え前に望んだが敗退残留が決まっていたもののリーグアンのバスティアがフランス全国選手権3に降格したため繰り上げでリーグドゥに昇格した。なし中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。